Weekend The Rampage with Team Riku。さあ21時になりました。ザランページフロムエグザイルドライブリーダーのジンとボーカルのリクです。ウィーケンドザランページ放送していきます。よろしくお願いします。お願いします。ということでね、もう今日1月29日ということで、いい肉の日です。年明けて1ヶ月経とうとしてます。はい、いつもね1月末になるともうこんなペースで1年早く過ぎていくんやとね、うん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 、今年こそはライブしたいなっていう気持ちで毎日進んでますけど、ゾッとすんだよね早すぎて。いや本当にね、年々やっぱ早くなるっていうのは間違いないなと思うんですけど、なんかこれね、放送の直前にリクさん椅子で伸びてたら大ゴケしてましたけど、はい、びっくりした。なんか何がなんかめっちゃイカって椅子蹴ったんかなと思ったら大ゴケしてたけど、あれなんですよ、背もたれがこうグイーンってね、はいはい、後ろにね動くさ、動くタイプの椅子でして、はい、打ち合わせの前にちょっと伸びをしようと思って、はい、正直眠くて、はいはい、伸びたんですね、はい、いやあまりにも俺の体が後ろに行くもんだから、はい、そして上半身の筋肉が多いもんですから、はい、多分重くて、はい、椅子ごとガチャーンひっくり返りましたね。あそこまでさ、うん、もうダイナミックにこけるとさ、痛みか恥ずかしさかどっちが勝るもんなんですか。あのね、ちなみに全く痛くないように恥ずかしさがえぐいほど、はい、やばいな。そして一緒にいたマネージャーがリクさんが落ちてくのスローモーションで見えましたいやもうなんかドラマかみたいな、うん、コメディー映画かみたいな。なかなかないですよね、普段もうだって二十何歳にもなって、うん、もう僕はたまにその道歩いてたら、僕って結構ラバーソールというかこう、うん、そこが厚い靴履くんですけど、うん、何もないこのコンクリートで不意に足首ねじれることとか多分履いてる方って経験あると思うんですけど、グイーンって曲がる時があってそういう時に限って前から人歩いてきたりとかしたら、もう聞いてるイヤホンの音量マックスにしますね。とりあえずもう笑い声とか聞きたくない。それやばいね結構ね、この僕今も履いてるんですけど、うん、高さがあるから あるね、不安定なんですよ結構。でも普段大丈夫やのに、何もないこう緩やかな道でなったりとかするとき恥ずかしいですよね。だ決まって一人でいるからね。そう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 。本当に油汗ボワーかいてみたいなありますか。本当気をつけないと本当にね、一瞬の気に緩みで本当に怪我につながりますから。リクさん、そうだね今日は運よくね、うん、首もどこも痛めなかった。伸びした延長で声がこううーわーっていう伸びした延長でそのまま悲鳴になってましたからね気をつけてくださいね。はい、すいません。1月なんで、はい、ということで今日も元気にやっていきたいと思います。ウィーケンドザ・ランページ。お送りした曲はザ・ランページ from Exile Tribe で Silver Rain でした。ウィーケン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 リクThe Rampage, Rampage from Exile Tribe。ウィーケンドザランページ、お相手はザランページ from Exile Tribe リーダーのジンとボーカルのリクです。改めましてよろしくお願いします。お願いします。番組終了後9時30分からはニコニコチャンネルでスペシャルな動画配信を行うので、そちらもお楽しみに。では早速こちらのコーナーに参りましょう。ウィーケンニュース。こんばんは、ウィーケンニュースのお時間です。ここからはランページに関する出来事、ウィーケンに関する出来事などなど、最近のトピックスをニュース形式でお届けしています。ということで本日のニュースラインナップを紹介していきましょう。5年目突入。先日1月25日にザランページフロムエグザイルドライブがメジャーデビュー4周年を迎えました。5年目に突入し、さらなる飛躍を遂げるランページ、今まで以上に目も耳も離せません。見る見るうちに劇的変化。年中口内炎に悩むザランページフロムエグザイルトライブリーダーのジンさんですが、先日お母さんから口内炎に効くということで大量の健康飲料ミルミルが送られてきたそうです。早速飲んでみたジンさんですが、口内炎ではなくミルミルうちに快便になっていることが発覚しました。大ニュース来た。来ましたよ。まずは我々のグループザランページフロムエグザイルトライブメジャーデビュー4周年迎えました。ありがとうございます。おめでとうございますという声を聞いたという想定で今ありがとうございますと言いましたということでね、いいな、そういうこと言わなくていやーもうね、4周年、はい、ね、もう毎年言ってますけども、本当にあっという間です、ね、走り出したら止まらない。1年って早いなー。あー5年目ですよ、うん、どうですかリクさん。5年目、まあまあまあいろいろね大変な時期も続いてますけども、
まあそれなんとかねエンタメの力で吹き飛ばしてやりたいなと思っている次第ですね、はい、うんうん、まあでもそのやるべきことはね、はい、僕ら変わらないんで、うんうんうん、しっかりとこうもっともっとかっこいい音楽だったりとかパフォーマンス、うん、時にはこう分かりやすく、うんうん、いろんな方々に楽しんでいただけるような、うんうん、親しみやすいランページだったりとか、うん、本来の僕らのランページだったりとか、うんうん、各いろんなランページを極めたいなと思いますね、はい、そうですね、うん、なんか今までこう不器用な部分もあったし、ね、分からないことも多かったんで、うん、とりあえず僕らのスタイルこうやっていうことが多かったんですけど、うん、今はねもうそうですし、あとはもうね、なんか仕事の効率とかやっぱね、うん、なんかこうそこがはかどることによって、うん、自分たちに使える時間がもっと多くなってるような気がするんですよ。最近やばい、社会人っぽいこと言ってる。社会人ですか。まあそうですね。我々だからもう社会人って言ったらもう19からさ、そうですよ。やってるからもう8年目。そうですよ。社会人としては。そうですよ。うん、もう大人ですよ。大人だね。ああ。いやー、そうね。なんかね、なんかこう、同世代のこう、うん、社会でこう、いろんな頑張ってる人たちとのコミュニケーションみたいなのも取ってみたくない、うん、この辺で。なんかどういう感覚なんだろうって、僕らとやっぱ違うじゃないですか。うん、だから僕らが、こういうエンタメで学んできたことも、なんかこう、お話できたらと思うし、うん、そういう人たちからね、現場のその、各ね、うん、お仕事のなんか感覚とかも違うと思うから、なんかそういう話も聞きたいなと思いますけど。うん、はい。はい。そしてもう一個。いや、うん。見る見るうちに劇的変化。これ多分ですけど、ニュースの順番逆ですよ。こっちですよ。小ニュースからですよ。そうね。まあ、なんて言うんだろうな、うん。ごめんね。この公共の電波使って、ジンさんのね、うんち事情知りたくないの。大事大事、一人一人の調を守っていかないとこれ。まあでもね。すごいんですよ。効果がやばかったからね。そう。なんか母から送られてきたんですけど、もともと父がなんか、お前、ジンに送ったれや、みたいな感じで、うん、おかんが、なんか、その7日分届くんですよ。1週間に1回。うんうん、だから、毎日1本飲まんかったら溜まっていくんですよ。冷蔵庫がみるみるだらけになっちゃうから。なるほど。いや、でも飲まないといけないっていうのを続けてたら、うん、まあ、この辺もまあ、まだ変化わかんないですけど、それ以上にやっぱ、快便にね、なるわけですよ。いいじゃない。すごいですよ。もうだから朝ごはん食べてみるみる飲んだら、もうみるみるうちにですよ。僕の体の中が。それ、どうしても言いたかったの、うん、しかもね、今年は牛年ですから、まあもうなんつっちゃって。もともとは便秘気味だ。もともとはね、まあ、子供の頃は僕トイレするのが嫌いやったんで、うん、その、生理現象と逆行してですね、あんまりちょっと行きたくなかったトイレで行く時間もったいないと思ってた子供なんで。怖かったのトイレが。いや、怖いっていうよりももう、その時間に友達がなんか他の話題で盛り上がるのが嫌やった。そこに俺混じっときたかった。絶対にそこにいたかった。やべえ子供じゃん。だから、まあまあ、でもそれ、大人になってから大丈夫やったんですけど、よりね、良くなったっていう話ですよ。なるほど、ね。すいませんね、こんな話してね。まあね、今僕話しましたけどね、これも個人差ありますから、ぜひね、気になる方は、手に取って、みるみる飲んでいただけたらなというふうに思います。よろしくです。ということで、以上、ウィーケンニュースでした。ではここで一曲お送りいたしましょう。これの曲が久しぶりですね。うん、ザ・ランページフロム・エグザイル・トライブで、インビジブル・ラブ。お送りした曲は、ザ・ランページフロム・エグザイル・トライブで、インビジブル・ラブでした。さあ、ここからは月1企画、これの企画です。月の最終週にリスナーさんと電話をつないでいきたいと思います。題して、うん、ウィーケンテレフォン。ということで、今回はね、どんなリスナーさんとお話しできるんでしょうかね。略して、ウィケテレウィケテレウィケテレよ。まあ、そうやな、ウィケテレですね。まあね、毎月やってるんで、はい、今回が最後とかじゃないんで、ぜひね、うん、気になる方は、もう初めて、今聞いてる方は初めてのリスナーさんでも全然いいです。なんかね、うん、日頃の相談とか何でも軽いのでも、うん、真剣なものでも何でもいいんで、うん、ぜひ、どんどんね、応募いただけたらと思います。うん、電話に出てくれた方は、うん、僕らのサインが入ったベーヘム特製ステッカーをプレゼントします。いらない方はね、ぜひ友達にでもあげてください。まあ、どんなね、お悩みが来たとしても、はい、日本刀のような鋭い僕らの、言葉でぶった切ってやろうかなと思ってます。シェア。おー、常に問いておきますね。うん、はい、すいません。さあ、ということで早速電話つながってるみたいなんで呼びかけていきましょうか。はいはい、もしもーし。もしもーし。あ、どうもこんばんは。こんばんは。じゃあまずはラジオネームとお住まい教えていただいていいですか。はい、神奈川県に住んでる22歳、あげぱんと申します。あげぱんさん、どうも。やっほー。こんばんは、どうも。はい、もう夜ご飯は食べました？まだですか？
まだちょっと食べれてないです。今夜の夜ご飯は揚げパンですか？うん、はい、揚げパンだと思います。いや絶対それでしょ。夜はやめた方がいいですよ。さあ、ということで今日揚げパンさん、どんなことをお話ししたいんですか？はい、実は私弟がいまして、はい、あの弟がこの前の成人式で成人を迎えまして。おー、おめでとうございます。で、その弟に何かこう成人を迎えるにあたって、なんかおめでとうの気持ちを、なんかプレゼントをあげたくて、はいはいはい、何をあげたらいいかなと思いまして。おー、2歳年下の弟さん。そうだな。そうです。お父さんは、今までなんかスポーツとかどういう方なんですか？性格というか。結構アグレッシブで、はい、アグレッシブ、はい、アクティブなんです。結構最近格闘技始めて。わお、おお、ぜひともスパーリングしましょうよ、僕と。あ、言っておきます。はいはいはい、格闘技。そうなんです。で、あと昔サッカーとかやってて、結構スポーツは好きなんで。はい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 、ね、何かこうアクティブなんですよ。成人になられた今は何かもし就職されたりとかされてるんですか？あ、まだ大学生で。そうか、そうか、そうか、そうか。おお、シンプルにグローブとか。やっぱそうですよね。ちょっとあげようかなとちょっとなってたんですけど、あげてもあげてもいいのかなっていうちょっと不安があって。あ、分かんないですもんね。だってそのどれがいいのかとか、確かに、ね、弟さん気使ってね、ちょっと違うやつつけてもっていうことも気にしちゃいますよね。そうなんですよ。なんかやっぱせっかく使うならいいもの使ってほしいしと思ってて。優しい。うん、優しい。なんか水筒とか いらないですか？ああいう格闘技の人とかって。なんかこう欲しがってたかもしれないです。結構なんか、ね、大きいカバンも買ってたし、意外と水飲むしみたいなやつが、あ、水筒いいかもしれないです。うん、なんかパッて今思い浮かんで、なんかね、あの寒い時も暑い時も使える、なんか保冷保温ネットとかあるじゃないですか、うんうんうん、あるね。ちょっといいやつをね、お姉さん頑張ってとかいいと思いますけどね。めちゃめちゃいいやつ頑張ってってあげたいと思います。逆になんか格闘技ね、やってるリクさんからしたら、なんかそう、うん、欲しい、もらったら嬉しいなと思うものとかあるんですか？プロテイン。あ、プロテイン飲んでます。帰ってきて飲んでます。あら。まあでも、うん、でもそのせっかく成人の記念にあげるものだから、うんうん、まあ、今ちょっと半分冗談半分本気だったんですけど、うん、やっぱ残るものがいいなと思うんですよ。うんうんうん、確かにね。で、まあ、今僕グローブって言っちゃったけど、はい、やっぱ使っていくとこう型も崩れてくるし、うん、多少ね、年月が経ったら変えたりとかしなきゃいけないから、うんうん、まあ、その格闘技っていうところにあんまりこう固執しすぎなくてもいいのであれば、やっぱ水筒、さっき言ってた水筒だったりとか、あと普通に僕、あの、何ですか、ネクタイとかするときに、あの、つけるあのピンみたいなのある。はいはいはい、ネクタイピンみたいなやつですかね。それを僕、その自分の父親が先月誕生日だったんで、それを買ってあげたんですよ。で、絶対自分じゃ買わないようなちょっと金のいかついやつ買ってあげたんですけど、まあ、それ結構喜んでくれてたみたいで、そういうもののワンチャンいいんじゃないかなって思いますけど。両方買います。おー、すごい太っ腹ね。優しいな。優しいですね。じゃあ俺も買って。なんで。私でよければ。じゃあ最後に揚げパンさん、弟さんにこのラジオを通じて一言お祝いの言葉言ってお別れしましょうか。すごい無茶ぶりするやん。はい。我が弟よ、無事成人を迎えました。これからも良い大人に育つように頑張ってください。あのより。あ、おめでとうございます。さすが。ということで揚げパンさん、今日は、お父さんのためにね、わざわざ本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。はい、ぜひウィーケン聞いてくださいね。はい、ありがとうございました。はい、またはい、ということで。いいお姉ちゃんだな。兄弟思いで。いいお姉ちゃんだな。すげえ素敵やわ。こっちもあげるって。ないよ、なかなか。あれ言われへんな、俺が22やったら。いや、でもね、まあでも、本当にそういうね、形を残して、ね、思いを伝えるっていうのはね、うん、今って簡単にね、なんかこう、SNS とかでもね、なんか簡単に思いを伝えれたりしますけど、やっぱ形に残るもの特別ですから。間違いない。うん、素敵だと思います。はい。続いても行きたいと思います。はい、繋がったみたいです。呼びかけてみます。もしもし。もしもし。あ、こんばんは。こんばんは。どうも。じゃあ早速ですが、あ、ジンです。はい、リクです。ラジオネームとお住まい教えていただいていいですか？はい、東京都16歳、ときちゃんです。ときちゃん？ときちゃんさん、はい、どうも。
こんばんは。いつもウィーケンは聞いてくれてるのかな。毎週聞いてます。わお、嬉しいね。それはウィーケンの好きなとこありますか。楽しいです。毎週楽しいの毎週、はい、好きなコーナーありますか。好きなコーナーはジンくんの雑学のコーナーが最近は一番好きマジで。誰かにそれ知って言ったりとかした。してないんですけど、自分であそうなんだと思って満足しちゃってます。ありがとうございます。まあ人には言えないよね。ということで、じゃあトキちゃんさん、今日はどんなことをお話ししたいですか。はい、私は勉強のモチベーションが続かないことがすごい悩みなんですけど、はい、計画的にコツコツ進めたいと思っているのに、うん、いつも三日坊主になってしまっていて、うん、2人を見ていると忙しそうなのにトレーニングだったり、うん、哲学だったりとか本当にすごいので、はい、きっと毎日取り組んでいるんだろうなと思っていて、うん、そのモチベーションをどうやって維持しているのかってことを教えてほしいです。気合、はい、押す。以上です。はい、そうそっか。まあでも勉強ね、はい、勉強以外になんか取り組んでることとかあんのかな。勉強以外だとなんか仕事でも趣味でもいいんですけど、なんか没頭してるもの。学校の授業の一環としてお洋服を今作ってて、そのすごい自分が服が好きなので、うん、お洋服作りは結構授業時間外でも頑張ってます。ってことは継続できる人ってことね。一つね、何か一つできれば他のこともね、うん、きっとできますから、うん、じゃああれかな、 SNS とかでもこういろんなモデルさんの洋服チェックしたりとか、そういう時間にも使ったりとかしてます、じゃあさ、うちらのファッションもチェックされてるかもしれないよ。うわ、そうだそうだ。やべえ、普段からジャージばっか着てる。おしゃれしよう、たまには。多分 この人この色似合わないんだよなとか多分思ってる。そうか、勉強ね、やっぱでもね、こうね、頭使うものとかってね、難しいですよね、モチベーション保つのって。そうだよね。僕もね、北京語やってますけど、やっぱレッスンはちゃんとできるんですけど、レッスン以外の時間でちゃんとこうね、そこに没頭するっていうのはやっぱ難しいなと思います。やってても、うん、いくつになっても難しいなと思いますけど、今その課題とされてるのはどう、具体的にどういう勉強なのかな、今やってる。なんかすごい2学期が、うん、自分でその学校でやったことを家でもう一回やって自分に定着させるっていうところまでがうまくいかなくて、テストがすごい全然できなくて、なんかまず勉強するっていう習慣からと思って、その学校でやったことを復習で自分に定着させるっていうところを、うん、あ、じゃあ逆にさ、もうあえてここで宣言しちゃう、はい、あ、もう宣言して、はい、もう自分にごまかし効かない状況を作ってしまう、うん、というストイックな戦法はどうでしょうか。はい、頑張ります。そうですよ、そこ、その後僕らがそれをストイックに、はい、頑張りましたから、僕らがね、承認なんで、これで定期的にトキちゃんさんからメールやメッセージいただいて、はい、引き続き勉強頑張ってますって言ったら僕らそれを信じます、はい、ただやってないのに、はい、やってますと送ってきたら僕らはそれを見抜きますからね。はい、頑張ります。怖い怖い。でも本当にね、なんか楽しいことをね、はい、その勉強以外で見つけたら絶対に続きますし、うん、僕らもね、はい、リハーサル、まあまあ辛い時もありますけど、はい、うん、なんかね、ステージ立った時は楽しいしとか、そういうことをね考えてやってるんで、なんかときちゃんさんもね、はい、うん、何かこう自分の中で楽しいと思えることをね作って、はい、まあ洋服でもいいですけど、うん、はい、うん、そしたら多分ね、そんなにたくさん頑張る必要ないと思うんで、自分のペースでちょっとずつ頑張ってください。あとあれじゃない、そのあんまりこう、例えばなんだろうな、100点満点中、例えばじゃあ全教科平均80点以上取んな、80点ぐらい取んなきゃみたいな風に取り組むんじゃなくて、はい、なんかこうきっとね、はい、なすべきことをやってれば、もうそのいわゆるある程度の点数はきっと、はい、うん、取れると思うんですよ。ときちゃんだってこう服作ったりとか、その続けれる人だし、はいはい、頑張れる人だと思うんで、はい、その自分で自分に変なプレッシャーを与えずに、いい意味で気楽にこうやると、はい、もうちょいこうススッとこう、はい、勉強したことも授業にやってたこともなんか頭に入ってきたりするんじゃないかなって思うので、はい、なんかあんまりこう肩肘張らずにリラックスしてやっていただけたらなと思うんですが、はい、大丈夫かな。大丈夫です。頑張ります。頑張って、頑張ってください。はい、ということで引き続きウィーケンも聞いてくださいね。聞きます。お勉強の合間に。はい、はい、頑張ってね。頑張ってください。頑張ります。僕らも頑張ります。お二人も頑張ってください。ありがとう。応援してます。
さあということで、今回、電話をつなぎましたあげパンさんとときちゃんさんには僕らのサインが入ったベイフェム特製ステッカーをプレゼントします。このウィーケンテレフォンは毎月行うので、はい、まだエントリーしてないよという方はですね、懸命に電話と書いてメールを送ってください、はい、受付メールアドレスは rmpg@bayfm.co.jp です。ではここで一曲お送りしましょう。ザランページフロムエグザイルトライブでフルメタルトリガー。お送りした曲はザランページフロムエグザイルトライブでフルメタルトリガーでした。さあベイヘムからお送りしてきましたウィーケンドザランページ、そろそろお別れの時間です。この後はニコニコチャンネルにてスペシャルな動画配信を行います。皆さんと一緒に番組を盛り上げていきたいので、詳しくはネットでニコニコチャンネルと検索してみてください。はい、ここでお知らせです、はいはい、ニューアルバムリブートが2月24日に発売です。リード曲シルバーレインも音源解禁されてますので、皆さんぜひチェックしてください。お願いします。はい、ということでね、電話企画もやりましたが、引き続きね、皆さんからのねメッセージ待ってますので、はい、いろんな、小さいことでも大きいことでも何でもいいんで、話したいことあればどしどしご応募ください、はい、ということでウィーケンドザランページ、ここまでお送りしたのはザランページフロムエグザイルトライブリーダーのジンとボーカルのリクでした。また来週、バイバーイ。